今日はキャンピングカーの後輪のダブルタイヤのタイヤ交換しました。まあタイヤ交換をしたっていうだけなんで、まあそれだけのことなんですけれども、まあ、私にとってこれキャンピングカーの DIY としては究極の DIY なんじゃないかなって思ってます。まあいろいろ、例えば私なんか内装改装したりだとか、節水タンクを250リッターに寄せ替えたりだとか、あと外装を2回今まで、断熱塗料を塗って、3回かガイナを塗って、それからアドグリーンコート EX を1回塗って、またアドグリーンコート EX を、去年塗り替えて、さらにその上に今回はウレザンクリアを塗ったんで、まあ、塗装なんかも3回やってるんですね。だからまあ自分なりにいろいろやってるつもりではあったんですが、もし例えば出先でパンクしたなんて言ったらですね、何にも歯が立たないですよね。そういう意味では今回タイヤ交換したっていうのは究極の DIY じゃないかなって自分では思ってます。でなんで自分でパンクした時に交換できるような体制を取ろうとしたかっていうとですね、まあそんなの JAF 呼べばいいじゃないかと思いますよね。私も今まで JAF よく、浜で昔2回ぐらいこの車スタックしちゃって、浜っつっても駐車場ですよ、ちゃんとした町営とか、その市営とかの駐車場なんだけれどもスタックしちゃったんですね。まあ、それ市に言えば、町に言えばいいじゃないかっつっても、まあ休みの日にいろんなもんクレーム言ったってしょうがないから JAF 呼んだんですよね。でただ厳密に言うと JAF っていうのは、車の最大の重量が2トンかな、2トンでじゃないとダメだってことになってるらしいんですよね、原則としては。ただこの車総重量5トンもありますから、本当はダメなわけなんですよ。本当は JAF 呼んでも来てくれないやつなんですけど、大体そういうのって町の劣化屋さんが代行してることが多いですからね。田舎の方に行くと結構手の空いたおじいちゃんみたいな人が来てくれて、でもすごい古いジープだとかウインチのついたジープかなんかで引っ張ってくれるんですよね。引っ張ってはくれるんですけど、もし例えば街中でだんだんもううるさくなってきましたからね、世間がこれ総重量何トンですかって言われた時に、あ5トンですとも言えないです。前何トンですかって言われた時に、これ2トン車と実は同じ、規格なんで2トンですって言ったことなんですね。はいっつって分かりましたって来てくれましたけど、それもうだんだんもう詳しく聞かれたら総重量は何トンですかなんて、まあ言うこともないでしょうけどね。もう私も20年30年ぐらいJAF 入ってますから、うるさいことを今まで言われたことないけども、だんだん世間がうるさくなってきたんで、本当はダメってことをあえて強行することもないなと思って、もしパンクぐらいだったら自分で交換できなきゃいけないなと思って今回こういうことを やるようにしました。じゃないとですね、劣化屋とかに来てもらうと10万円ぐらいかかるんですね。私前日清レンタカーで借りた4トンダンプがですね、自分家の裏庭のところにタイヤがはまっちゃって、呼んだらそれ引っ張り上げるのに10万ぐらいかかりましたね。8万9000円だかなんかそのぐらいかかりましたし、前のジル520が横転した時にやっぱり15キロぐらい牽引してもらったんですけど、その時劣化屋頼んでやっぱり十数万円かかりましたからね。だから故障パンクぐらいした時にそういう劣化屋さんだとか修理屋さんお願いすると、やっぱりすごい10万は取れないかもしれないけど、かなりの額取られると思うんですよね。だったら自分でできるんだったらやろうかなってことで、タイヤ交換ぐらいはと思ってやるようにしました。シングルタイヤだった頃は、シングルタイヤっていうか、まあ普通の軽にしても普通にタイヤ交換しますよね、うちらみたいな自分でやろうとする人は。東北なんか行くともう11月ぐらいになると、私東北に3年間単身赴任したことありますね。そうするとおじいちゃんでも、70歳ぐらいのおじいちゃんでも普通にもう10月ぐらいかな、10月の下旬ぐらいと、3月の下旬ぐらいになると、ご自身でみんなマイカーのスタッドレスと夏タイヤとタイヤ交換普通にするんですね。で私なんかもまあ前のキャンピングカーのシングルタイヤの時は普通にタイヤ交換してました。ただこの車はですね、もう買って13年になりますけれども、前輪は外したことなんです、実は数年前に。ただ後輪のあのダブルは外したことないんですよ。でも外せるだろうなぐらいに思ってたんです。だからもし最悪の場合パンクしたら自分でやってみればいいかなぐらいに思ってたんですけど、やっぱり訓練しとかないと現場ではできないですね。訓練でできないことは現場でできないなんて名言だかわかんないけど、そういうこと言った人もいますかな。避難訓練でできないことは現場ではできないなんてよく言いますから、今回やっといてよかったなと思いました。でなんでこのダブルを今まで外したことないかっていうとですね、
外れないんですよ。全く外れません。なぜかっていうとラグナットの締め付けトルクが全く違います。普通の軽自動車だと80ニュートンメートルですよね。1メーターのレンチで80ニュートンかけると、だから1メーターのレンチだったら8キロぐらいの力で回せば回るってことになってます、締め付けトルクが。でシングルタイヤだったらですね、まあ乗用車だと110で、普通のシングルタイヤのトラックなんかでも140とか160ぐらいになってますよね。だからまあそうすると1メーターで例えば16キロとして、もうすると40センチのレンチだったら40キロぐらいの力で、要するに 4,50 キロの力で思いっきり体重かければ回ることになりますね。車載工具のレンチを思いっきり蹴りつければ回ることになりますね。だからまあ今までハイエースにしたって、ジルの520にしたって普通にタイヤ交換してました。後ろシングルですからね、あれ普通に外せますから。夏は夏タイヤ、冬はスタッドレスなんて履き替えてましたけど、このタイヤは回んないです。なぜかっていうと、このタイヤってのはですね、一応説明書に書いてある締め付けトルクは440ニュートンですね。440ニュートンメートルということは、仮に1メーターのレンチがあったとしたら44キロの力が必要だってことですね、回すのに。でもまあ実際の車載工具はまあ40センチぐらいしかないですからね。もうすると大体100キロぐらいか100キロぐらいの力が必要なんですね。100キロか120キロぐらいの力が必要になりますね。そうするとレンチの上に仮に乗っかったって全然動かないってことです。で実際に今までも何度となくラグナットを外そうとして、ホイールナットを外そうとして車載工具で思いっきりやりましたけど、どんな力かけたってもうびくともしないです。それである日ですね、もう5、6年前かな、イスズに聞いてみたんです。イスズで車検出す時に、これどうやってこのラグナット外すんですかって聞いたら、あ、トラックの運転手さんたちっていうのは鉄パイプ積んでますねと言ってますね。鉄パイプを要するに車載工具に刺して延長させて、それで取るっていうんですよ、ナットを。ああなるほどと思って、私もそのためには単管パイプ買って、1メーターの単管パイプを買って、それでやってみたんですね。でもね、びくともしません。全く微動だにしないです。で実際には440とか550とか600ニュートンぐらいですかね。車種によって、例えばこれ3トンですけど、4トンの車とか、例えば10トンの車とかですね、そういうの車種によって違いますよね、締め付けトルクが。でもそんな整備工場がたくさんの車をさばいてるのに、車検だとかですね、整備でさばいてるのに、そんないちいち現場の人が締め付けトルクいちいち変えてるとはとても思えないのでね、多分こんな600ニュートンぐらいで締められてるんだろうと思いますよね。その証拠にと言ったらおかしいですけれども、かつてフロントバンパーの中にホーンがちょうど2つ入ってますからね、ダブルホーンで入ってますから、それが壊れた時にフロントバンパー外そうとしたらびくともしないんですよ。クロスレンチでもう、クロスレンチでも全然ダメで、しょうがないから、そのすぐ数週間後に整備出す機会があったもんですから、整備出す時に、すいませんけどこのフロントバンパーを思いっきり締め付けてあるけど、普通にレンチで外せるぐらいの締め付け努力にしてもらえませんかって言ったら、そしたら普通に今度はクロスレンチで外れましたね、そのバンパーは。じゃあこの緩まない、全くびくともしないラグナットをどうやって緩めるかっていうですね、どうやってんのかなと思ったんですよ。インパクトレンチがないと、これ結局業者がインパクトレンチ持ってこない限り緩まないだろうと思ったんですね。でもやっぱり頭のいい人はいるもんでですね、これ58倍ギアレンチっていうのがあるんですよ。58倍ギアレンチって、要するにウィンチの原理で、力が58分、ギアを使って58分の1倍になるってことですね。だから、手元のハンドルを58回転すると、先のレンチが1回転するっていう驚異的なものが売ってるんですね。で正規品は5万円ぐらいします。あ、その前に、トルクレンチ、1メーターのトルクレンチっていうのがありますからね、それを買おうかなと思ったんですけど、それ10万、物にもよりますけど、きちんとしたやつは10万円ぐらいするんですね。レンチの場所がきちんと固定できるように足がついてて回せるようになってると思います。でもそれでもやっぱり1メーターの長さで50キロ近い力で回さないといけないなんてのは、そういうレンチだってやっぱり無理がありますよね。そういう長いレンチを買ったとしても無理があるんで、やっぱりこれは素人では回せないなと思ってたところに、その
58倍ギアレンチっていうのがネットで見つけたわけです。そしたら意外にこれ結構海外では普通に使われるようです。そういうのはよく映像もありましたね。 YouTube なんかでも映像もありましたし、で女性でも女の人でもくるくるってこう回してあのレンチ使うとラグナットが取れるっていうぐらい優れものです。でただ正金はそれも5万円ぐらいするんです。その代わり簡単には壊れない、何年持つとはそういう保証があるようなものですよね。でこれは5万円出すのもなんだなと思ってた時にやっぱりさすがそれは中国製で、中国製のやつが5000円ぐらいで売ってるんですよ。5、6000円で。でとりあえず試しに買ってみようかなと思って買ったのが今回の58倍ギアレンチ。それも、3年ぐらい前にネットで見つけて買ったんです。それを使って左の前輪は外したことあります。いや初めてその前輪が外れて、あ、すごいもんだなと思いました。そしたらその時の回した時にですね、キリ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 回してって、最初にラグナットが緩む第一声がパキーンと音がしたんですよ。で、あ、こんなに思いっきり締め付けてあるんだと思いましたね。で、後になって今度締め付ける時のトルクはどうやって調整するかというと、58倍のギアレンチですからね、仮に440ニュートンメートルだとしたら、それを58分の1にして7.8キロかな、7点何キロかなんかでにすればいいんですね。で、7点何ニュートンメートルにすればいいわけです。458分の1で。そうすると小さい20センチぐらいのトルクレンチでこと足りるわけですね。それを使って締め付けトルクを調整するようにしました。ただ短いやつっていうのはアダプターが4分の1インチなんですね。で、あれは1インチかな、1インチとか4分の3インチだか忘れましたけど、あの小さいトルクレンチで58倍ギアレンチのとの回転をつなげるにはそのアダプターが必要なんで、アダプターは以前3ミリのアングルで溶接して作りました。で、それトラックは右側はですね、まあトラック乗ってらっしゃる方はもちろんご存知ですし、昔の車もそうだったんですけどね、昔の昭和30年40年代ぐらいの車もそうだったんですけど、左側の車輪っていうのは緩まないように左ネジが切ったんですよね、ラグナットは。ただ締め付けトルクをトルクレンチで調整するには左ネジ用の左巻き用のトルクレンチが必要なんです。で、タイヤ用のトルクレンチっていうのは左側も測れるようになったんですよ。左回しも測れるようになってるんですけど、小さいトルクレンチっていうのは左回しが測れないですね。ですんで左回し用もできるようにちょっと工夫をしたアダプターを3年ぐらい前に作りました。まあ、今回は右側の後輪なんで、そのアダプターの左回し用は必要なかったんですけれども、そのトルクレンチで7点何キロかなんかで測ってやりました。そしたら外すときはですね、すごい力が必要だったんですよ。あんな58倍ギアレンチ使っても思いっきりはないけど、かなりの力を使って回さないといけないぐらいの力が必要で、緩むときにはそのぐらいの力が必要だったんですけれども、今度逆に、締め付ける場合ですね、締め付ける場合のトルクしたら意外になんてことなかったですね。そんな強い力ではないんで、440規定の440でちょっとあまりにも弱かったんで、最初やった時500ニュートンにしたんですね。500ニュートンでやっても大した力じゃなかったですね、あの58倍ギアレンチにつけたトルクレンチの感じだったら。だから最初に締め付けられた状態がいかにいいか、600ニュートンぐらいで600ニュートンメーターぐらいでおそらく締め付けちゃうんじゃないかなって私は思うんですけど、すごい取るときは力が必要でした。で、はめるときは締めるときは、まあ、そんなでもない普通ぐらいの力で締められましたよね。で、その状態でじゃあ本当に締め付けた状態で車載工具を使って、緩むかなと思ったけど、まあ、やっぱりおそらくパイプで延長すればおそらく緩むんでしょうけどね、普通の工具を使って緩めてみようかなと思ったんじゃやっぱりびくともしなかったですね。だからその440ニュートンで締めても440ニュートンメーターで締めてもやっぱり結構な力なんだろうと思います。それをおそらく600ニュートンぐらいで、まあ、あくまで私の憶測ですよ、大型車と同じようなインパクトレンチの設定で締めてあるんじゃないかなって私は思いましたけども。それからジャッキは車載の4トンジャッキを使いました。ただこれだけではもちろんこの重量の車は危ないので馬をかませないといけないです。
で馬はですね、2トンの馬っていうのは比較的安く売ってますよね。2つで2000円ぐらい、私は4つで4000円の、まあ、2トンの馬を4つ買ったんです。買ったというかセットになってたんですが、4トンの馬、5トンの馬ってもあるんですよね。ただそれは7000円とか2万円とかするので、まあ、そこまでやんなくても保険ぐらいの意味でジャッキもかませといて、その2トンの馬を2つぐらいやれば、まあ、どうせ1箇所にこれ5トンとしても 1.25トン、まあ、1.5 トンまではかかんないでしょうね、1箇所に、まあ、そのぐらい1トンちょっとぐらいの重量しかかかんないんで、ジャッキで上げといて、かつ板バネの前後に2トンの馬を2つ予備でかませました。で今回何やったかっていうとですね、私はもう年間スタッドレス1年中もうここ10年11年ぐらいかな、11年ぐらいもうずっともうスタッドレス履きっぱなしなんですけども、実際それで問題ないんです、全く問題ないんですけれども、で年間走行距離が少ないから減りもあんまりないんですよね。でもそろそろ減ってきて、特に後輪の両側二輪は少しもう少しでプラットフォームが見えそうだなっていうような感じになってきたん でただスペアタイヤとあともう一本ですね、もしかしたらパンクしたら困るなと思って、夏場にパンクしたら簡単にスタッドレスなんて手に入んないかなと思って、倉庫に1本、まあ、新品というかもう今からだから10年前ですね、11年前の新古のスタッドレスを1本買ってあるんですよ。ただもう11年間全く使うこともなかったですし、使う見込みも今後ないんで、もうその2本入れちゃおうかと思って、スペアに入ってるものとその新品のやつをもう後輪のダブルタイヤの外側に2本使っちゃおうと思って、それで今回こぐと言いました。でそれでまたあと3年ぐらいしたらもう6輪も全部交換しなきゃダメだなと思いましたけどね、まあ、とりあえず後輪の2輪で、まあ、新古のやつを消費しちゃおうと思います。今回は右の後輪を外して、右の後輪の外側を外して、あと内側は簡単に掃除して錆止めを塗ったんで、外側にスペアのやつを入れましたからね。今度右の後輪の外側につれついてるすり減ったやつはタイヤ屋さんに持ってって、今の新古のスタッドレスを入れ替えてもらって、その入れ替えたやつは今度左の後輪の外側に次回つけようと思ってます。だいたい操作としては、まあ塗装があったんで3時間ぐらいかかりましたけれども、塗装がなければ外出先でも2時間ぐらいでタイヤ交換できる、2時間かかないかもしれない、1時間あの外側だけだったら1時間ぐらいでできるんじゃないかなっていう見込みは今回出しましたので、自分の緊急用の訓練としては今回大成功だと思ってます。それでは今回はこんなことをやってみました。失礼いたしました。